チャンネル登録者、100人を超えました。やっとのことでしたが、皆さんのおかげです。ありがとうございます。今回は、告知を含めて急遽訪れた天竜二俣駅を紹介します。現在通過したのが、天竜浜名湖鉄道の DH3100 型の軽快機動車です。当チャンネルでは軽快機動車はおなじみですね。こちらは浜松市天竜区、天竜浜名湖鉄道、天竜浜名湖線、天竜二俣駅です。国鉄の時代は、東東見二俣駅と呼ばれていました。この駅は、現在でも中核の駅となっています。この駅は宇多手車台があって、しかも古いものが現役で使われています。扇の車庫のために使われている電車台で、蒸気機関車はありません。この辺りなら、大井川鉄道が運営しています。ここに見える車両は木派26、国鉄型で、天和間線の前身、国鉄二俣線ほか多くの路線で走っていました。例えば久留里線で走っていたのは、紹介しましたね。色が剥げているのは残念ですが、最近修繕工事を行ったような気がします。こちらは国鉄の貨車のようですね。貨車は詳しくないのでよくわからないのですが、こういった形式の車両が日本津々浦々を走っていたのでしょう。この辺りは、廃線で、線路を歩くことができます。ロープを張っていないので、公園みたいな感じでしょうか。草が生い茂っていて、進んで入りたいところでもないですが、枕木は、木のようですね。天和間線では未だに木の枕木が大半です。もう一つ訪れたかったのが、蒸気機関車の置かれている、機関車公園です。天竜二俣駅前にあります。ウィキペディアによれば、生体保存されているこの車両は、部品の盗難があるそうで、状態は悪いそうです。見た感じの蒸気機関車の形態は保っていますから、私のような機関車に疎い人間にはよくわからないのですが。ただ、宙に入ったり、触ったり色々できるようで、黒塗りの蒸気機関車の凄さを実感できました。形式名は C58、これもデゴイチとかに並んで、国鉄蒸気機関車のベストセラーであった気がします。私は本当に疎いので、よくわかりませんが。電車台ツアーも参加して皆さんに紹介しようかと思ったのですが、残念ながら、時間の都合もあってできませんでしたから、また今度来た時には紹介しようかと思います。さて、お知らせです。チャンネル登録者100人で、何か旅行に行こうと考えておりましたが、踊り子号に乗って185系を見てくることを検討しております。なお、新しいシリーズも計画はしていますので、今後もよろしくお願いします。なお、北海道旅行記は、編集中につき、おいおい投稿していこうと思いますので、しばらくお待ちください。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。